ちょっと取り込み中。はい、積谷駅、こんにちは、大西です。今日も三千語マスターを元気よくやっていきましょう。今日は middle、真ん中という意味の単語を使った、まあ、言い回しですね。はい、では行きましょう。いつものように中学校の文法を使っていますので、文法構図も確認していきましょう。 No.1、 店は相変わらず混んでいた。はい、この相変わらず、いつものようにっていう意味の as usual を使ってみましょう。はい、まあ、こういう時の店って特定の店ですよね。自分が想定している店がありますよね。なのでだをつけますね。まあ、飲食店だと思うので the restaurant was、 はい、混んでいた crowded。 はい、いつものようにとつけたかったら as usual とつけられますね。はい、これも塊で覚えちゃった方がいいやつですね。はい、解説します。 the restaurant が主語、 was が be 動詞、 crowded が保護形容詞ですね。はい、crowd だったら、人の群れなんですけれども、 crowded、ね、ed ついて crowded となると形容詞で混んでいるっていう意味なんですね。まあ、人がいっぱいってことですよね。はい、なのでレストランは混んでいた as usual。 usual はね、頻度のいつものって意味がありますよね。いつものようにという言い回しになります。 OK number two、 彼女は偶然メモを見つけた。この偶然っていうところに by chance を使ってみましょう。はい、 she、はい、見つけるという動詞は find ですね。過去形は found。 She found 何を見つけたの？メモ、 the memo、 まあ、英語でもメモですね。はい、で最後に by chance。 はい、こんな感じでつけることができます。はい、主語が she ですね。はい、動詞が found、 これは find の過去ですね。 find の過去、メモが目的語ですね。 by chance が偶然にという意味ですね。 chance というのはね、機械、 chance のことですが、まあ、偶然性があるわけですよね。なので by chance で偶然、たまたまっていうことになるわけですね。まあ、こういう飾り言葉ってね、まずは文型 SV、SVO とかから作れるのが大事なんですが、飾り言葉もね、覚えていくと彩りが生まれて楽しいですよね。 number three、 映画の最中に彼は眠ってしまった。この何々の最中にっていうところに in the middle of を使ってみましょう。はい、 in the middle of the movie。 はい、ここまでが飾り言葉ですね。映画の最中に、はい、彼は眠ってしまった、主語が he ですね。 fellAsleep。 はい、こんな感じですね。解説します。はい、 in the middle of the movie。 はい、ここは飾り言葉なんで後ろに来てもいいんですよね。強調したい時に、まあ、前に出したりもしますね。はい、主語が he、 fell が動詞、 asleep が保護形容詞ですね。はい、では解説しますと、まず in the middle of the movie、 この middle っていうのは真ん中って意味なんですよね。なので映画の真ん中で、つまり最中にってことになるわけですね。はい、そして fell asleep なんですが、 fell は fall、 落ちるですよね。 fall の過去形です。 asleep っていうのはこのあがなくて、 sleep だったら眠るっていう動詞なんですが、 asleep は形容詞で眠っている状態なんですね。眠っている状態に落ち込むので、眠ってしまった、眠り込んだみたいなことになるわけですね。はい、 OK number four、 今勉強中だから後で電話するね。はい、同じく in the middle of、 今度はこの右側を studying にしてみましょう。はい、自分自身がいるので I'm in the middle of studying、 So I'll call youback later。 はい、こんな感じですね。はい、では解説しますね。先ほどは in the middle of the movie がもうこのまま飾り言葉でしたよね、単独で。今度は、文章の中に入ってるわけですね。 I が主語、 be 動詞、 in the middle of studying、 はい、studying の途中にいるということですね。はい、
例えば I'm in Tokyo だったら東京にいるじゃないですか。この in 何々の部分が the middle of studying になってるだけですね。同じことですね。勉強することの真ん中に私はいる。だから今勉強中になるわけですね。はい。で、この右がね、in the middle of、さっきは movie っていう単語でしたよね。いずれにしてもここ名詞なので、はい、study、勉強するという動詞に ing をつけて勉強することっていう行為ですよね。はい。その最中にいる。だから勉強中ですね。はい。so、だから、I が主語、こうが動詞、you が目的語ですね。こう人で人に電話するという意味ですね。 will は助動詞ですね。 will これこれするねという意思表示ですね。はい。でこういうバックであなたに電話し直すってことですね。 later 後でという意味になります。 OK number 5、 今取り込み中なの。ちょっと取り込み中っていう時ありますね。なんかこうタイミングがちょっと良くない時に電話がかかってきた時に、今何なんしてるのってしっかりこう具体的に中身を言わないまでも、あ、ちょっと今取り込み中だからみたいに言う時ありますので、ね、そういう時にちょっと便利な表現ですね。はい。そういう時は I'm in the middle of something と言えるわけですね。はい。文法的には先ほどと一緒です。要は studying の部分を something に変えたわけですよね。はい。具体的に先ほどは勉強することの中、最中にいたって言ってるけど、今度は何かの中、真ん中にいるだから取り込み中っていうことで、具体的にその行動を言ってないだけですね。はい。何かの最中にいます。だから取り込み中っていうことになるわけですね。OK。では、音読していきましょう。Number one. 店は相変わらず混んでいた。The restaurant was crowded as usual.The restaurant was crowded as usual. The 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 restaurant was crowded as usual.The restaurant was crowded as usual. 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 Number two. 彼女は偶然メモを見つけた。 She found the memo by chance.She found the memo by chance. She 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 found the memo by chance.She found the memo by chance. She found the memo by chance. Number three. 映画の最中に彼は眠ってしまった。 In the middle of the movie, he fell asleep. In the middle of the movie, he fell asleep.In the middle of the movie, he fell asleep. In the middle of the movie, he fell asleep. In the middle of the movie, he fell asleep. In the middle of the movie, he fell asleep. In the middle of the movie, he fell asleep.In the middle of the movie, he fell asleep. In the middle of the movie, he fell asleep. In the middle of the movie, he fell asleep. Number four. 今勉強中だから後で電話するね。
I'm in the middle of studying, so I call you back later. I'm in the middle of studying, so I call you back later. I'm in the middle of studying, so I call you back later. I'm in the middle of studying, so I call you back later. I'm in the middle of studying, so I call you back later. I'm in the middle of studying, so I call you back later. I'm in the middle of studying, so I call you back later. I'm in the middle of studying, so I call you back later. Number five. ちょっと今取り込み中なの。I'm in the middle of something. I'm 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 in the middle of something. Okay, 今日もあなたの口が揃っております。 Thank you for watching. See you next time. Bye.